俺のこの今のアイルーのアバター、日本で1万人しか持ってないさ。それは、おお、飛行機あ、だ。飛行機、マジか。マジか。で、その、1万人。モンハン、なんだっけ。なんだっけ、モンハンのファンクラブみたいなやつ無料だったから、なんとなく登録してたんだけどさ。そのメールに、なんだっけ、応募したら抽選でアバターとテーマをプレゼントってあったから、当応たっ募ちゃっしたたと。ら当たっちゃった。当たっちゃった。まあ、じゃあ、ちょっとレアな。てか、ちょっとっていうか、結構レちょっアとな。リアル。前座1な万ら、人しか持ってないから、俺だってなかなな、か見れないからな。俺だって多分、有料であっても、こんなディシディア・ファイナル・ファンタジーのケフカのアイコンだなんて、たまんまいないと思うよ。それ有料こなのれ、か。多分有料だったと思うけど、あんま記憶いないな。つかな、プレスリとかで売ってるアバターはあれじゃん、プレ4じゃ買えないもんね。ああ、まあ、少なくとも3で買ってるアバターだろ。なんかわざわざスマホとか、パソコン使って、なんだっけ、プレステのサイト行かないと古いアバター買えない。さすがにこのマップは何も変わってないな。もう変わってたら驚きだわ。飛行機もビジネスクラスからファーストになったぐらい変わってたりしたらもう、また覚えないといけないじゃない。座席が今、なんだ、左右、ワンセットずつしかないかああ、ら、なるほどね。4列ぐらいに。か、座席がエコノミーからフルフラットになるビジネスになりましたとか、ボーイングからエアバスになりましたとか、そんぐらいだったらまた全部覚えないといけないじゃん。正直俺、そんぐらいになってもいいとは思うんだ。そう？てか、そうなったら、絶対いいと思うんだけどな、俺。か。あ、ライフシールド。ああ、いやー、いつもの場所に貼ってあるな。誰これ。裏から一人は行かないとめんどくさいパティーネズ。マジか。俺はちょっと、戦闘の方から頑張るわ。OK、まあ戦闘もいてほしいわ。強じゃ、一人かーん。これ、ただの盾だからな。きちいな。いいぞ、頑張れ。めっちゃグラズが殺してくれるんだけど。グラスすげえ頑張ってる。ちょっとスモークすぎて何も見えまあグラズだから。あない。とそ OK、こだな。あとこっちだわ。えー。あ、OK、設大置し丈て。夫か。これもう行かない方がいい。なんで家があるの？これはもう私待つわ、ここで。いつまでもあ、もう待つそれわ。でいいよ。もういつまでも待っててそこで。これが今最適なワザップだからね。そんなに駆り立てるなとね。いや。決まった。決まった。 何それ。 いや、家があったからさ、投げたら壊れるなと思って俺が持ってった。 俺が持ってった。 最低。そういう、お前もう、今、もう、あれだわ、昔の COD にあったデスストリークのね、置き土産を思い出したわ。全くもってそれだもん。 全くもってそれだもん、今の。そっか、あそこの部屋に限っては、そういうやり方もあるかいや、もう今100%ネタだけど。
ていうやつだ。いや、まあ、なあ、これ同じところだぞ、お前これ。もうここね、正直この小部屋完全にもう壁ボロクソに開けていない方が楽。これ絶対真似されっぞ。もう絶対にね、ここ足元開けていない方が楽ね。ミラはいないし。現実世界にあんなやつがいたらね、もうね、神風特攻隊もびっくりだよ。いや、神風特攻隊の方がすごいでしょ。お前、ただの愚か者だから。愚か者。迫真屈伸特殊部隊。ちょっと待って、ショットガン調子こいて打ちまくってたら弾が全然ない。やべ、補強もしてない。して。ほら、ちょっと敵が来そうなところを攻めて。穴開けるってことか、これ。わかんねえわ。うわっ、クソクソ、なんだっけあれ、はい、なんだっけ、何トゥイッチ。なんで真っ先にクソが出てくるんだよ。いや、俺の投げたトゲを目の前で壊しやがったから。え、敵ほとんど前側？うん、いや、わかんねえ。前も来てるよ。俺今、アイムハッカー。クソ映画。うん、後ろから来てますね。待って、びっくりした。そこにいたの。グラズもいる。グラズはきっと外でしょう。あと前2人かかな。いや、なんかそう臭いよ。これはまた誰かがグレネードを抱えて外に出ていくことを期待してもいい。臭。いや、でも防衛にグレネードないから。あ、そっか。インパクトグレネードっていう変わったものを持ってんだけど。ああ、それを投げて持ってっても落っことさないからな。これはあんまり決殺性がないからな。うん、いや、直撃させれば半分くらいは削れると思う。いいね。おとりとげ、おとりとげ行け。あれ？そこじゃないんじゃない？めっちゃ下打っちゃった今。最低。敵かと思ったもん。あ、そっちか。こっちだわ。寝そべりスタイル。あっと。危ねえ。あ、ナイス。弾幕が神った。いや、神ってもいない。ちょうど来た。はい、ああいう局面になった時のね、下げ方をね、お依頼さんか誰かに教わりたい。下げ方？下げ方というか、なんだろう、交戦方法みたいな。今流行りの屈伸。いやそうなるんか、結局。今流行りだから。まあ、とりあえずさっきと同じ、なんだろう、あの、小部屋に敵が一人っていう局面に差し掛かったらグレネード持っていくわ。バックだもんな。いや、ある程度持ってから行かないとすぐ爆発しない。あ、だよね。いや、そうそう、でもタイミングミスったら敵の目の前で爆風で吹っ飛ぶ自分が映るだけだけど。ただのネタにしかなんねえんだよな、それを。あ、地下。だるい。いや、テルミットがいるから落とし度は割ってくれる。はい、
いや、マジで鼻かゆいのうざい。なんだよ。いや、部屋乾燥してるのもある。お前、真っ赤なお花のトナカイさん？ちょっと今、描きすぎて真っ赤なお花のなってるかもしんないわ。あ、10 seconds to insertion。お、あの家が優しい。え？ツイッチドローンを見逃してくれた。慈悲深い。お前は無慈悲だというのに。俺は無慈悲で。いや、容赦なくドローンぶち壊すから。あ、あ、つう違か、う違ミラいるじゃん。う違う。うん、ミライル。俺の。いや、普通に行ったら壊されちゃいそうだな。あ、クレイモアにすればよかったかもしれない。まあ、いっか。あー、ミラガンダ、ちょっと待って、後ろ行くかな。ここ多分後ろの方が強い。もしくは、ミラいると前厳しいわ。コックピットのところから爆弾持ってる人が言ってるから、ついていくか。ワンチャン敵みん、おえー、ルークかな。素晴らしい。いや、今完全にあなたが死んだ声かと思ったんだけど、逆かいや、い。ワンチャンみんな近じゃねって言った瞬間目の前出てきたんだ、ビビるわ。で、今テルミットが上終わったから、敵が迎撃に向かってこないかを警戒しよう。ないかな。やばい、イエーガーが ADS 壊されて、おこだ。いやー、こっち側もうミラだらけだな。ダメだ。だろうな。やべやべやべ。はっ、ミラ目のよ前にしてし。テーザー切れるって、そんなことある？あ、隠れやがった。待って、ボムどこにある？あ、結構前、そこか。何？もうこのボム取って設置しちゃう。設置するよ。オッケー。そっちにいるから見といて。了解。俺の今、真右にいるわ。入ってくるね。一応見。ナイス。めっちゃ見づれな、ここ。ちょっと今絶対撃てたけど撃てなかった。勝利。なんだ、お前やってないくせに戦績高えじゃねえか。あ？いや、はサポート、サポートね、サポート。はあんじゃねえ、俺は、いや、まあ確かにね、あのグレネード自爆作戦は面白かったけど、それなりに働いてるよ、ちゃんと。